おはようございます。おはようございます。いい天気ですね。ということで今日は、河本さん、吉村さん、藤森で、はい、対決します。お願いします。お願いします。パー4370ヤード、晴天、うん、これどうしますか。まあ今日はもうスコア対決とかじゃなくて、ね、エンジョイゴルフでなんかいいルールないですか。もうそれダメだ、はい、ない。客のスルーバーディーですね。ダブルボギーです。はい、ダメですか。どうしましょう。ドライブは決まんない、はい、なんかそら楽しくなるゲームにしましょう、うん、英語禁止とかやってもあんまね。確かに英語禁止は難しいのよ、はい、そうですね。あの今誰がとかってなるのが。じゃあお笑い禁止しますか。面白いこと言ったら一打ます、もう絶対言っちゃうから。いや、ないっす。はい、普通にできます。カメラもう赤いのがついてるだけで緊張してるんだから。すでにダメ、はい、お笑い禁止。お笑い禁止は俺全然調子よくなる。あ、オッケー。一打打つことにダジャレ言おう。じゃあ逆に。あー、なるほどね、はい、一打ごとに必ずマストでダジャレを言う、はい、ダジャレを言わないと打てない、はい、ダジャレがなかった場合に打ったらワンペです。なるほど。プラス1打った後に、あの打つまでの間にダジャレが浮かばなかって打ってしまったらプラス1です。プラス1だ、もうすでに。じゃあルールできました、はい。必ず打つ前にダジャレを一つ放り込んでからじゃないと進行していくと、ダジャレが出ないと一打罰と。はい、 OK です。ということですね。このホールはスコア的に僕からだから、僕がじゃあジョンオーナーでいいですね、はい、あ、まあ始まってるんですね。いやいや、はい、それは始まってないですから。あのターミネーター、ジョンオーナーでいいですね、はいはい、いいですよ、はい、これ今いいですか。ダジャレ、いいです、はい、私が最後高森でいいですね。じゃあ最後高森ですね。はい、はい、じゃあ私から。じゃあ俺が真ん中ですね。何ですか、まだダジャレ出てないですよ。真ん中です。真ん中ってなんですか。真ん中ですよ。そのまま打ったら真ん中ですか。いやいやいや、だっていやダジャレ言ってないです。真ん中です。じゃあ私がターミネーターサラオナーでいきますね。はいはい、はい、OK です。いいですか。はい、もうあの1個言えたら OK です。はい、はい、いきます。おぉ、はい、あー、いいね。うわ、素晴らしい。あー、飛んだ。あ、行きますよ、飛んでる、平賀源。羽田もね、羽田美智子だ。そんな何個も出さなくていいですよ、もったいないでしょ。羽田美智子。羽田美智子。羽田から。羽田美智子ですね。あ、OK です。OK。打てます。はい、打てます。打てます。打てるどうかの許可はじゃあ、他の2人が出した。まあまあそうね。じゃあ、飛ちゃんのジャッジしますか。ダジャレが出たかどうか。じゃあ、私が笑ったら。それは厳しいよ。いや、笑ってはあれだから、もうダジャレですって認定ください。今、OK ね、吉村さん。はい。あー、そこからグリッツ。我慢。うわ、向こうのなんかギュンってなってますね。携帯のファーウェイですね、あれは。え、右はモームス OB。 はい、OG。 OG、 OB、 OB。 いや、右はワンヒデさん、ワッキー、あ、違う、ペナルティですね。そんなに出さなくていいです。打った人が打つ人がやります。いや、わかりました。それいいんで、一回出しちゃいいから。ゴルフのマナーとしては悪いです。はい。で、ガチャついてる。そうですね。すいません。すいません。私やるんで。はい。私、いや、それダジャレじゃないですよ。ダメだよね、トビちゃん。ちょっとわかんなくて。はい。はい。俺カバー忘れたかも。まあいいか。え？いや、早く打ってくださいね。はい。今考えてますよね、えって言いながら。これ遅延行為ですよ。え、遅延、あの打つ前に言うんですかね、はい、遅延行為してないですよ、はい、え、ここはパー林屋。え、はい、林屋パー4。どうですか、林屋パー4。え、OK です。 OK です、打ってください、うん、はい。なんかしっくりこないんで、なんかそのあんまり受けてないのに OK ですっていうの。いいんですね。チーピンですね、これ。しかも、泉チーピンコですね、これ。当たったのに降りてこないっていうの、どういうことですか。泉チーピンコ。チーピンコ。チーピンです。じゃあ、俺が、右は。あれ、いや、左はセーフですよ。あ、右もセーフですね。いや、セーフです。両サイドセーフ。ありがとう。はい。これ、どうしますか。カートも回し続けますか。カートもいいんじゃないですか。だって、あっち行ったら、ここでやらないと。はい。
うん、いやでもあの打つ直前に言わないと誰がどこで打ったのか、ね、そうね、だからいやいやでもここで俺は右行ってるから、はい、ここで言わないと。あ、そうですね。だからもう左右西武百貨店でしょ。ああ、なるほど。私どこに行ってるんですか。河本さんこの左ですね。はい。え、トンペイにあります。左トンペイさんですね、OK です。左トンペイさん OK です。いや、まだ打つ前でいいんですよ、ダジャレを、ね、打つ前がいなくなっちゃうから忘れちゃうから。ゴルフだけは真剣にやらないと意味がないです。ダジャレはどっちある。はい、ちょっとトップ。あ、でもありますよね。あ、またもう一回いいですね、有馬記念ですね、ボールは。あ、言わなくていいんですよ。何ですか。打つ前でいいんで。え、あ、打つ人だけ言えばいいんですか。うん、僕もう結構前行ってるんで。信号はね、結構飛んだのよ。あんまりダジャレもう言わなくていいかもしれないですね。そう、だから上手い人は言わなくて済むって。はい、私はこれ3打目カンタビレですか。のだめカンタビレですね、 OK です。飛びちゃん OK。 え、 OK。2打目カンタビレ、これ3打目カンタビレで、3打目カンタビレです。うわ、どうしよう、イタリア。大体5打目の時使うんですよ、5打目カンタビレ。また言うから、イタリア行ったらどうしようこれ。ナイショー。お、これ右に行かないで大丈夫です。 OK、 OK。 ようやく次シンゴの番が来た。来ましたね。さっきまで使ったダジャレなしなんでね。ちょっと早いです。トビちゃん、ちょっと早い。トビちゃん、ちょっと早い。トビちゃん、今ほんまにもう浮いてたね、途中。本当に。ピンまで230。ちょっと打ちました？もう打ったんすか？ダジャレ言いました。言った言った言った。なんて言ったんすか？え？なんて言ったんすか？一人で言ってたんすか？いや言ったんすよ。なんて言った？隣のコースだから。なんて？え？なんて言ったんすか？一応記録取っとかないと。隣トンペイって言って。いやいや、もう河本さんが左トンペイさんで出てるんで。隣トンペイで、いや、どうしたよ。随分引きずられてませんか。お願いして、私2打目何ヤード？99ヤード。99です。お、残り99ですって。あらら、慎吾さん、岡村さん、矢部さん、ありがとうございます。99、はい、ダジャレまだです。ダジャレがまだってます。岡村さん、矢部さん、ありがとうございます。99です。これはダジャレじゃないんだよね。ダジャレじゃないです、今ただ言っただけです。はい、はい、2打目ですもんね。残り99。残り99。うん、風はアゲインストですね。うん、はい、違いますか。上げてない、上げてない、上げ。じゃあサンドイッチまでいきます。あ、サンドでいきます。はい、オッケー、出た。危ない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 、いきます。ちょっと左か、どうだ、乗れ。あ、乗ったかな。乗れ。あー、ナイスオン。はい、ナイスオンデマンドですね、これ。言わなくていいですよ。はい、ナイスオンデマンドですね。ナイスオンデマンド。あ、言わなくて大丈夫です、はい、打った人は。次もうそれでパター打てないですか。あ、前借りってことですか。前借りの前借りだじゃない。ナイスオンデマンドでもうパター打てます。 OK です。ありがとうございます。あ、前借りですね。前借りありです。ちゃんとカメラの前でですよ、多分。うん、ちょっと吉村さん、草が多いです。さっきの草これ遅延行為ですよ。遅延ですよ。これ遅延行為ですよ。ちょっと早く、草多いですよ。チャゲてるね。はい、風チャゲてる。チャゲ何出すか。上げてるからチャゲてる。上げてるからのチャゲ。これどうですか。はい、 OK です。はい、これ1打打てます。はい、怖いな、ダジャレゴルフ。めちゃくちゃ怖いよ。よいしょ。お、乗る。これいいだろう。ダン、ドン。おー、近い。おー、近い。やった、素晴らしい。ありがとうございます。ナイスオン、ナイスオン。河本さん、これ何打目ですか。え、何打目。これです。これ、俺4打目です。はい、じゃあもうこれ。だってクラブ持ってきてないんですね。いや、俺カメラ持ってくれって言われたんですよ。ダメです。4打目。はい、よし、じゃあ行きます。何、残り95です。93。93。まだダジャレ言ってないですよ。いや、言いましたじゃん。え、言ってない、私言ってないです。言いましたじゃんって噛んだだけです。 あ、そうか。はい、あ、ゴッパチ。はい、ゴッパチはその角度ですから、それダジャレじゃないですよ。ゴッパチ先生。あ、金八先生。ゴッパチ先生。はい、オッケー。お、
ってんかい。難しいなこれ。ダジャレ急に。よいしょ。あー超えろ。うわーバンカー。いやんバンカー。いやもう言わなくていいんですよ。いや打ちますか。一番オーソドックスの。いやんバンカーはもう一番一番ダメですよ。打たなきゃいけない。さあ今いい感じでね、皆さん、え、吉村さんが何打目ですか。次は4打目。次4打目。めちゃくちゃ近い。やりました。ちょっと待ってください、まだダジャレ言ってないですよね。え、イアンバンカー。いや、あれはあ、イアンバンカー。いや、あれはもうあれ、サンマ師匠のやつなんだ。バンカー、そんなバンカーなとか、ダメですよ。バンカー、バンカーこの野郎。あ、OK です。危なかった、今信号からもらったよ。行きます。お、さあまだダジャレ必要ですね。これうわ怖いよ。これバーディートライです。うん、ちょっと今ライン見てるんでいいですか。すいません。支援です。はい。待って待って待って。じゃあ何が？バーディーチャンス終わりです。いやバーディーチャンスこれ二打目、三打目。パーパット。はい。パーパット。支援コイですか。パーパットじゃないです。三打。いきますね。じゃあ十三打。いきます。十三打。ちょっとわかんないな。これダメだ。集中できない。いいですか？あ、ちょっと弱いかな。弱い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 。ちょっと弱いか。重いんだ。重いんですよね。はい。こんな感じよ。いや俺さっき違いましたよ。あのナイスオンデマンド言ってるからもう打っていいんですよ。あれ。あ、そうかそうか。あ、そうか。はい。そういえば前借りしてたもん。前借りしてますから。はい。コモさんがこれ何打目？僕がこれが五打目カンタビレ。あ、ダメです。それさっき三打目の時使ってますから。普通に噛んでます。はい。しかも噛んだんで。じゃあちょっと。神田正輝なんでダメです。なるほど。はい。マーガリンで打ちます。あ、パターで。はい。いやバターとマーガリンなんてちょっと遠いですね。パターにかけてマーガリン、ダメですよ。本当ですか。はい。後ろが来てますよ。じゃあパタコさん。はい、OK です。あ、パタコさんで。パタコさんで。アンパンマンのね。はい、パタコ入れよ。来ない、曲がらないし。ちょっとまだ OK 出ないですね。じゃあちょっとお願いします。すいません、まだ言わなきゃいけない。はい。あ、これどっち。これ誤信ですね。うん、私です。はい。これパーパットですよ。パーパットですね、これ。うん、これ林はパーパットでよろしくお願いします。はい、これはいいです。林はパーパット。これも林はパーパット。うわー。 OK ありがとうございます。これで私入れてボギー。ボギーオローンです。お、素晴らしい。締めもちゃんと、はい、ボギーオローンでした。ありがとうございます。いや、吉村さん何打目。これ4打目なんで。お、パーパット。パーパット。はい、パーチャンス。いや緊張すんな。じいちゃんパーちゃん見守っとってください。あ、素晴らしい。はい、 OK です。じいちゃんパーちゃん OK ですね。 OK、 もちろん、はい、これスコア関係ないですから今日。ナイスパー。素晴らしい。よいしょ。よいしょ。じいちゃんパーちゃんありがとう。さあコモさんが6打目。これがそうですね、だから入ってダンボ。はい、入ってダンボ。入ってダンボ。ダンボ OK です。はい、入ってダンボ。はい、 OK です。さあ続いてパー5のロングなんですけど、はい、どうでしょう。ダジャレはやりますか。はい、ダジャレやめましょう。やめますか。はい、やりましょうよ。え、ちょっとノリノリだった。やめましょう、やめましょう。ここのルールどうしますか。ここどうしましょうかね。長いんで。長いからスコア対決いいんですか。でパー3で、はい、早めにやってまたなんか。わかりました。はい、じゃあここはノーマルの普通に、はい、普通の OK、普通のスコア対決。スコア対決。吉村さん、このドライバー以外全部いいですもんね、本当に。はい、ちょっともう今日は出たの左目に打ってみよう。ああ、なるほど。思ってます。よいしょ。おお、珍しい球筋。はい、今日はこれでちょうど。でもスライスで、はい、戻りましたね。ぴったりと。いい位置。これしか出ないんで最近。すいません。グッショー。ありがとうございます。
しい。抜けたら、抜けたらという。抜けてたらな。抜けてたら。抜けてたら。抜けてたらね。その後アート姉ちゃん。アート姉ちゃん。終わってるんですよ。ダジャレは今。いや別にいいじゃん、ふざける分にはいいでしょ。抜けてたらじゃない。抜けてたらアート姉ちゃん。恐縮です、梨本です。まあちょっと吉村さんみたいな玉欲しいな俺も。来ないかな。ああ、左出た。マイテルジャクソン。ま、いやいいんですよ。いやいや出た。ゼログラビティみたいなやつ。巻いて巻いて巻いてるジャクソン。 This is it。 いやすごい。いや This is it はダジャレじゃない。巻いた巻いた巻いてるジャクソンって言うから。 This is it。 つながりだけは。そうに、吉村さんだけですよ、いい球いったの。やばい、やりますか。しかもここスコア対決ですからね、単純に。本当だ。しかもこんななってんのこれ。そうそう、ここ JZ ですよ、 JZ。 ラッパーの JZ コースです。ミッドク左キャット？はい、ま、センターラット。左に行っちゃダメじゃん、遠いじゃん。センターマウスね。センターマウス。ストラファード。センターラット。どこ行った俺？ここら辺にあった。慎吾さんも落ちたでしょ、そこにポトン。え？ああ。あった。すいません。ココイチ、チーズカレー。と、撮っちゃう。いや、あの、横、横向いてたよね、カメラ。うわ、重ってぇな、これラフ。ああ、シャキシャキ。うん、でもまあまあまあ、これはまたきつい。ありがとうございます。ウェイツエイジ、ウェイツだからウェイツエイジ、ウェイツエイジですね、はい、終わってからのが出ますね。そうですね、詰まるんですよ、緊張からか、緊張の中。こんなに上行きましたか。行っちゃったと思います。てか木に当たったんで、もっと手前かもしれないですけどね。はい、2打目。よいしょ。さあ吉村さんもこれ2打目。ちょっと勝負でユーティリティで。でかいっすよ。でかいけど短く持って右に曲がってくれれば泥ついてるから。いい結果。結果 OK。 ナイスショ。結果 OK。 テクニカルなショットでしたね今。結果 OK。 これね、もうほぼ U の字に曲がってるんですよね、この U の字に。どっち行ってんのこれ。がっつり右ですね。うわ、ほんとだ。右曲がりのダンディだよ。なにこれ、玉木浩二さんじゃん。これはあのキー方向にね、打てればいいんですよね。北の木、北の木、北の木ちゃんか。ちょっとこうスライス地味に。うわ、まっすぐだよ。いいスイングだったね。でかい。うん、真ん中。おっしゃ。オッケー。ありがとうございます。あ、オンラインサロンおバカ会議やってますんで。吉村さんのオンラインサロンございますんで。はい、お願いします。ちょっと無人島買いたいとか、はい、あと。お笑いの海外ライブ芸人連れて行ったりしますんで。すごいっすね。ぜひアイディアください、そのプロジェクト。ありがとうございます。さあゴモさん3打目。これは3打目グリーン乗せますよ。乗りますよ。あの木か、何の木、気になる木だな。見たこともない木だから。いやもうダジャレ終わってるんで大丈夫なんですよ。大丈夫なんですよ。大丈夫なんですよって言ってるけど、ペナディここ大丈夫なんですよ。はい、すいません、真正面行きます。吉村さん危ないっす。先生、あー、噛んじゃった。噛んだうの。はい、神田まさき。神田まさき。はい、これは3打目。はい、3打目4打目です。4ドライバーがちょっとやっちゃった。あ、4打目。よっしゃ、行きましょう。4打目ピターンと止めて、残りがだいたい80ヤードぐらい。
はい。あ、ナイスー。おめでとうございます。これ4打目です。4打目。転がしですね、9番アイアン。うまい。マナー悪い人いますね、今。こっちが打ってんのに、今。打ち込んできましたね。マナー悪い人いますね。あ、落ちましたよ、しかもグリーンから。落ちた。もうちょっと転がればよかったですけどね。でも良かったですね。フォーン。2人ともフォーンですね。木村さんが次が5打。5打目簡単にですね。いや、いいですよ。はい、5打になったんです。あ、いいです。5打用ですね。いいですよ。いいですよ。練習で出さなくても本番になったらすごい出ないですから、みんな全然出ないから本番じゃないと気が楽になってうわ、来てほしいな、これいいな。 PGA ツアーである画角来てほしいなこれ決めたらかっこいい、これ決めたらかっこいいんやけどな。映像的にはこれスライスですよ、だいぶ。あーダメだ。あいや最低ですよ、ダジャレでも何でもない、ただヘイコックヘが出るというもう画角に入ってこなかった慎吾さんいけますかね、はい、私それやっちゃいますよ。慎吾さん逆にちょっとどうですか、フック。あ、でもこれまっすぐでもいいかも、上りですから。はい、 PGA の画角でこの画角で欲しいです。いい、来い来い。あでも過ぎてくれたんでいいっす。あのちょうどなんかこう CM みたいな感じでした。CM みたいな感じで。ダメだ、パー入らなかった。あ、さあ、コモさんが、私も一緒ですね、クンゴさんと同じトーンでしたので。パーパット、じゃあ PGA の画角でいきますね。いいですか。同じとこだわ。惜しい。オッケー。コモさんオッケー。登ってる？オッケー。はい。キムさん登ってる？登ってないですよ。下ってます。え？こっちは下りです。こっちからこっち。え？なんで登りに見えるんだろう。こっち見て。大下りじゃないですか。どうなってんだよね。お願いしますよ。PGA の画角ですから、ね。はい。さあ、吉村さんのボギーパット。ボギーパット。入らず。ダボ。ダボ。届かず。三浦届かず。私もボギーパットです。90 years。おい。おっす。終わり。ほら。オッケー。ちょっと。来たよ、おい。ちょっと。はい。さあ、ということで。パー3でございます。どうしましょう、どうしましょう。さっきは私の勝ちですけど、はい、はい、パー3はもう決まりますか。ガチンコパー勝負でいいんじゃないですか。はい、ガチンコできますか。はい、スコアで一番負けの人が昼飯。はい、はい、昼飯くん、昼飯くん、芸人のね、元々妖怪の、はい、元々妖怪のいや、人間です。元々妖怪の昼飯くんですね。さあ、150ぐらいかな、145。いきます。はい、あー、カンダウノ続いてんですよ、一人だけダジャレ、ずっとカンダウノですね、今、はい、カンダウノした。素晴らしい、来たんじゃない、ドデン、ナイスオン、ナイスオン、ナイスオン、ありがとうございます。よし、昼飯はごちそうになれそうだ。うわ、危な、引く、登れ登れ、危な、ちょっとトップトップシャット、トップ
じゃあこうしましょう。ん？お昼ご飯の様子を、はい、吉村さんの、ああ、なるほど、バタフライ東京の、はい、チャンネルで、はい、わかりました。公開します。見たい昼飯の。お昼ご飯の様子は吉村さんのバタフライ東京でご覧ください。どうぞ。さあこれスコアで一番悪かった人お昼ご飯ですよ。はい。消せばいいんだろ、消せば。え？消してやるでしょ。消してやるよ。消しとかじゃなくてスコアですからもうこれ。消してやるよ。消しとかじゃないですよ。まずはコモさんから。やつ近いところにやつは近いところにいるわ。やつ近いところにいる。近いっすよピンは。行くよ。はい。うん、でもナイスオン。ナイスオンです、はい、さあ続いて吉村さん。オッケーナイスオン。なんで笑ってんの。え、いやすごい振ったなと思って。うわ、転がる転がる。あらあら。さあこれ吉村さんと河本さんの実勢ちょっと対決になってきていますか。そうですね。これはかなりまた難しいラインですね。こういうの入れたいよね。もうこういうの入れたい。左からクククククククッと入れますよ。はい、見ててちょうだいよ。はい、行きましょう。坂道オンエアバトスタート。悪くない。あ、もっと行くんだ。うわー、ゼロキロバトル。パーならず、惜しい。さあ吉村さん、これ入れれば一回上がってのすらよね。上りすらですね。上りすらの後半ちょっと下るんじゃないかっていう。右に垂れてきますね、うん、この辺かな。さあこれ決めればパー。いやー垂れるか。あら、あー、わわわわ、もっと見ないとダメなんですね。すいません。さあ来た、バーディーパー。バーディートライ。さあバーディートライのリポットを直します。まあまだいいですね。いきますね。結構ね、うん、これフックですよ。曲がると見ました、うん、ジャストで合わせるんでだいぶ右に打ち出します。あれ一回吸ったな。ほい、うわぁ、OK、OK、はい、OK パー、はい、ナイスパー。よし、さあちょっとこれ分かんないですよ、お昼ご飯の行方。私ですね、今どちらもこれ入れてボギー。これちょっと弱かったら曲がるよ。強気で打てる。強気で打てないならちょっと左目に行かなきゃ。コモさんダボ。吉村さんこれ入れればボギーでコモさんに勝ちます。あ引き分けということで、お二人に僕はお昼ご飯をご馳走してもらいます。そうだ、はい、うちのあの飛松マネージャーの分もすいません。あ、そうだ、だから、はい、今日カメラマンで来てくれてるので俺が飛びちゃん、はい、で吉が慎吾に、はい、これで。 あんな外し方あります。とびちゃん先輩2人がご飯おごってくれるって。ごちそうです。いいえ、よかった、ありがとうございます。では、 お昼ご飯の様子は吉村さんの YouTube チャンネル、はい、バタフライ東京チャンネルでお楽しみください。今日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ようこそフィレッジへ。